この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね。ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ。この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか？プリンとな。君、そこにあるのを一つ分けてくれないか。ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。うん、ごめんなさい。皇帝がちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクス君思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？ぐにゃーって飛んだよ。バカ野郎！ビルス様、これはその…完全に切れたぞ！想像の前に破壊や。ギドン、取り押さえねば。わかっていったな。お前、お菓子にして食べちゃうぞ。これが破壊神。くだらないきっかけの取り替えだ。とにかく暴れるのをやめさせましょう。ビルス様、かなりビルス様の体力を減らせているはず。プリンくれないからもっと痛めつけちゃおう。と、止まらない。まだ本気じゃないのか。ゴテン、トランクス君、早くゴテン君になるんだ。僕たちも行くぞ。あれ、君のタイヤだ。でもゴッドではないみたいだね。僕に喧嘩を売るなんて随分自信家だね。それともただのおバカさんなのかな。圧倒的な力を感じるのか。機能の大きさが分からない。これが神の気配というものなのか。おい、そこの猫人間、プリンくらいで大暴れしやがって。そんなマナー違反のやつはこの御殿貴様がぶっ飛ばしてやって。お前たち地球人は食べ慣れているかもしれないが、僕には味の想像もつかない未知の食べ物、プリン。なんともうまそうなネーミングじゃないか。やかましい。神様に逆らう悪い子はお尻ペンペンの刑だ。お天気そう、全力で行かないとやられるぞ。母さんがビルス様に向かっていって、無茶だ。ああ、吹っ飛ばされた。よくも、俺のブルマを。父さん、そう、誰が。すごい、このパワーは極端以上だ。いけ、父さん、破壊しなさい、安くなってください。ウィス、お呼びですか、ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのは、お前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。待て、スーパーサイヤ人ゴッドになるには正しい心のサイヤ人の力一つに集めなくちゃなんねえ。なあ、オラに力を分けてくれ。
いつもの悟空さん。いや、どことなく違う。それにビルスさんと同じで戦闘力がわからない。おめでとう、どうやら成功したようです。本当？ほら、スーパーサイヤ人どこになったんだ。また戦ってみればわかるはずだよ。さあ、かかってくるがいい。もしお前の方が強かったら地球を破壊しないでおいてあげよう。どうだ、ゴッドになった感想は。こんな世界があったなんてよ。ほら、一人じゃ来れなかった世界だ。不満そうだな。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。うるさいさ。いいけど、みんなの力が借りなかったら、こうしてビルス様と戦えなかったのが悔しいんだい。そのプライドは弱点になるぞ。くだらないプライドだ。そうでもねえさ。ベジータオラなんかよりずっとずっとプライドを持ってる。その彼はそのプライドを捨ててみんなを守っていたね。ああ、すごいだろ。オラちょっと尊敬しちまった。だからお前もプライド。ゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。ふふふ、めったな。強えな、ビルス様。ん？地球を破壊する。いけない。あの目は本気です。これはまさか。くっ、差し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろー。うわっ、あったっか。あ、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後、魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。何？バカな！お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんて、とんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地
球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね、思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けてきます。ヴィルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。破壊神が味方だと、これ以上心強いことはないですよ。いくらドリグラというかも、ひとたまりもないでしょう。ち、この姿を相手にする限界か。まあいい。よかろう。目的は達成できたようだから。なんだい？あいつの最後の言葉は。ああ、ドミグラの時の巣。彼らは？あらあら、ドミグラ。準備。ウィスは僕の付き人でもあるけど、師匠でもあるんだ。僕たち二人の相手に果たしてどこまでやれるのかな。では参ります。たとえ破壊神が相手だろうと、負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも、戦い抜けば希望が見えてくる。あなたはご夫婦たちがそれを教えてくれました。私たちを相手にここまで戦えるのは驚きです。もう彼らに任せてしまってもいいの？どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味はないじゃありませんか。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。これは失礼。Take it! Take it! Take it! Take it!
少しだけ遊んでみてあげますよ。まあまあ。ドミグラとの決戦。あなたもきいよいよ。今こそあなたの力が必要だわ。何が止まってるんだ。僕たちは地獄から蘇ったんだよ。おそらく何者かがドラゴンボールを復活させたのだ。ドラゴンボールを悪用するなんて。そいつは何を企んでいるのかは知らない。私は私のやりたいようにやらせて。僕のまずはこのチキンを粉々に破壊してあのサイヤ人どもを悔しがらせてやるんだ。
諦めんじゃねえ。悟空さん、なんか海王神様から話は聞いた。俺も一緒に戦うぞ。いやー、孫悟空、お前が現れるのを待っていたよ。素晴らしい。このフリーザ様をコケにしやがって。フリーザを追い詰めてますよ。一気に傾けましょう。やめろ、俺は宇宙で一番強いんだ。完全な存在となったはず。このセールは、そりゃ
り白ご飯、魔術なんかに負けんな。ご飯さんもドミグラの魔術と戦ってる。頑張れご飯さん、もう少しで戦闘が解けますよ。よし、とりあえず落ち着いたかな。こっち。この時が来た。手に入れた、手に入れたぞ。遅かったじゃないか。時時は我が手に落ちた。これから私は時空を支配する。残念だ、お前の仲間は喜んで私の部下になってくれた。気をつけて、ドミグラの魔術で操られているわ。時の太陽、お前の名は神だ。私が時を滑る新たな神となったのだからな。気づけたことを、時と気を返しなさい。その子はあんたの神。神に逆らう者がどうなるか知っている。天罰を受けるのだ。かつての仲間をよくそこまで攻撃できる。
トランクスが苦しんでいるぞ。なんて卑怯な。いいです。もっと攻撃してください。私の洗脳から逃れようとしている。ドミグラの魔術を打ち破るためです。俺に遠慮せず思いっきり。いい気になるなよ。お前も私の操り人形となるのだ。あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。よかろう。あくまで戦うというのだな。ならば見せてやる。神の怒りというものを。魔人の真の力、その身で思い知れ。気をつけて。さっきとは比べ物にならない力だわ。こいつを倒した後はお前だ。私以外の神などこの世界にはいらん。その澄ました顔を絶望に染めてやる。しい奴め、なぜ貴様には神である私の術が効かない。あな、おらにもわかねえ。でもよ、やったわね。やりましたね、皆さん。あ、すみません。そうだ、時々は。ドミグラが飲み込んでしまったのよ。早く取り出さないと。許さんぞ。しまった。つけた、オラに使われ。
んなことになる。もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国蔵庫が壊れれば全てが何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの。ありゃー。ん？すべて消えてしまえ。富倉、やめろ。トミグラ、やめろ。なのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。ただの腕力自慢のサルドだ。よくぞここまで来たものだ。この姿を見て生きて帰った者はいない。無論貴様も生きては帰さん。血一つ残さんぞ。この世界から消え去れ。
なんだと？信じられん。魔人の力を前に、ここまで。負けるのバカバカしいだろ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さ、オラに見せてくれよ。面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに、あなたたちが国造語壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか。そりゃやべえな。彼らがドミグラを倒しましたよ、ビルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。
悟空くん。オラの方こそ久しぶりにすげえワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ。引き上げるわよ。今回はね。足りない。もっと、もっともっとエネルギーを。そうね。一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ。いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ。すぐに俺が最強になってみせる。見てください。一体何が…おそらく、ワームホールの影響よ。Thank you.
見てください。途中で倒れた。歴史が変わってしまいます。加勢してください。てめえ、どうやら味方らしいな。よし、徒党組んだサイヤ人の力見せてやろうぜ。なんだ、最下級戦士のお友達が登場か。ミラーク、とね、お前らサイヤ人は利用されてただけだぜ。なんだとは。おかしいですね。本来ならフリーザはサウナとかを使用しまして、全く一番使われてしまった。何が起きているのか少し様子を見ましょう。フリーザに攻撃してるとか。これがこの星の最後の眺めになりますね。この惑星ベジータの海、この俺の海、アカロットの海、そして貴様の運命もこれで最後だ。
ださいサーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。はありました。本来ならゴハンさんがみんなを助けに来ているはずなのですが、このままでは全員やられてしまいます。なんとかゴハンさんが到着するまでみんなを守ってください。カカロット！カカロットって何かの食べ物かな。こんなとこに食べ物のこと考えるなんて、俺たちが子供だからってバカにしてるんだな。しょうがない。何なのこいつ、とんでもないやつ。何なんだ今のは。ダメだ、こちらの攻撃が全く効いていません。グロリ、生きていたのか。よし、ゴハンさんが来てくれましたよ。ビーゼル様、下がっててください。僕は引き受けます。分かったよ、気をつけて、ごはんくん。カカロット！そうか、お前は父さんを追って。父さんはもういない。父さんに代わって僕がお前を倒してやる。そうか、ガッレッカーレッカー。父さんだ、バーダックさんに
あ、これも、今度こそ、お願いします。ブロリーに特殊さを襲ってつもりだったんだが。おいお前、俺の額に何の用だ。カカロンちょっちだ。まあちょうどいい。おは通さねえぜ。バザクさんは予知能力でこの状況を把握できているようだ。ここはバザクさんを気をつけてください。カカロットにはフリーザをぶちのめすっていう大事な役目がある。学生ベジータ、サイヤ人の敵を討つために。てめえなんぞにカカロットの邪魔はさせねえ。今はブロリーのことが先です。なんとしてもこいつをここで倒さないといけません。カカロット、いや違うのか。誰だ貴様。生き返ったり風景が変わったり、一体どうなってやがるんだ。本当にベジータ王子だ。どうだ、選ばれしサイヤ人なんてな、あれが作れるはずだ。なんだ貴様、何を言ってやがる。あんたに頼みがある。なんだと？なんだこの凄まじい気は。これはまさか伝説のスーパーサイヤ人。俺のパワーボールで大ざりになったのは、あいつと戦うためだった。変身してすぐにパワーボールを破壊したのは、あの野郎も大ざりにさせないためだった。だが、あんな化け物を
本当に倒せるの？下級戦士が戦っているのに、サイヤ人王子の俺がいつまで怯えているんだ。俺がベジータだ！俺はサイヤ人の王子なんだ！死んだのか？大丈夫。気絶しているだけですから。後のことは、俺に任せてください。ナメック星の、めでた、伝説、見てたわよ。
また。おそらく。だとしたら。変わったんだよ。スフル人としてね。スフル人？まさかベビーに操られてるの？目障りなサイヤ人だよ。消えてしまえ！お、俺が相手なのか？入ったか？洗脳された俺からパンちゃんを守り通してください。何者？サイヤ人なの？もしかして私の遠い親戚？邪魔をする奴は一緒に死んでもらう。誰だか知らないけど助けてくれてありがとう。でもパパもバテおじさんもトランクスもみんな敵になっちゃった。でも僕のおじいちゃんならなんとかしてくれるはずなの。ゴクさんは今新しい力を手に入れようとしています。その最後の一押しもパンちゃんの呼びかけが必要なんです。俺の邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがスペインだ。サイヤ人に滅ぼされた俺の母性も復活した。お母さんとの星の生物もどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。おじいちゃん、私よ、ハーよ、ベビーなんてやっつけて、みんなで地球に帰ろう。ねえ、おじいちゃん。今度のあれはちょっと強いぞ。やりました。悟空さんがスーパーサイヤ人4になって帰ってきました。あとはベイ。ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど、じゃあな。お帰りなさい。
巻物。この歴史では地球と地獄がつながって大パニックが起こります。なんだお前、お前も他の奴らみたいにキャーッとが叫びながら逃げなくていいのか。やる気か。なら俺たちが相手してやるぞ。さっきの話ですけど、俺じゃない別の俺っていうのはですね、昔俺がタイムマシンで時間移動してしまったことで歴史が増えてしまったことがあるんですけど、その俺が増やしてしまった歴史の俺がそっちでケビンに操られたトランクスです。今こうしてあなたに話しかけている俺はそっちの世界にタイムマシンで移動した方のトランクスなんですよ。だから確かにそっちの俺も俺なんですけど、でも俺ではなくて、今はなんか知らんが、せっかく地獄から出てこれたのによ。俺たちって生き返ったばっかりの感じなのか。こんなことなら、おとなしくうまいもんでも食いに行ったらよかったな。
お前なかなかやるじゃないか。リクーム、バーター、ジース、グルダー、ナッパ、ナソヨテネオギニュー特戦隊。こんなのおかしいですよ。ギニューがいないのにギニュー特戦隊だろうと。驚いているようだな、可愛いやつね。我々はネオギニュー特戦隊、全宇宙の精鋭を集めたエリート中のエリート部隊だ。俺たちはナメック星でやられた俺たちの敵を討つために地獄からはるばるやってきたのだ。ジース、グルト、やられちまったのか。またスペシャルファイティングポーズの考え直しだ。隊長いないと結構大変なんだぞ。お前らごとき父さんが相手するまでもない。俺が片付けてやる。おお、見直したぞ。そっちの俺、さっきのミスを挽回しろ。ベジータの息子か。それも地獄行きだ。そうはいくか。お前こそ地獄に送り返してやる。畜生、ベジータに目にもの見せるまでくたばってたまるか。相変わらずタフなやつだ。元気に来ないと来るんですよ。すごい、トレーニングポトキが刺さったな。しっかりするな。そっちの俺、お前はもっと頑張れるはずだぞ。こんなところで負けたら父さんに叱られる。そうだ、父さんに胸を張れる戦いをしよう。マジ、ギニューと地球隊の青いハリケーン、バータ様の実力はこんなもんじゃないぜ。バータのスピードには要注意です。見失わないようにしてください。表明することで地獄の穴が開かれたのです。歴史通り、この後現れた地上の17号とこの17号が合体し、スーパー17号が生まれるのですが、もしこの強くなった17号からスーパー17号が生まれたら、ただでさえ強いスーパー17号がきっととんでもない強さになってしまいます。2人の17号を引き合わせるのは危険です。先にドミグラの洗脳を解かなければ。何をしている？早く来い、早く来い、早く来い、俺と一つになる。
なんだ？一体どこへ？すぐに追ってください。お前は俺、俺はお前、一つになるんだ。スーパーチーム705が誕生してしまいました。とんでもない強さを感じます。さて、さっきの絵を Yeah!
またあのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえ、またどっか行くのか？また世話になっちまった。この借りは。いつか返さねえとな。ワームホール。私は通信です。悟空、お前と戦える時を待っていた。おめえ、通信路の弱流か。いや、俺のずっちゃんの飾りだ。消せ。だったら腕づきで奪ってみるんだな。だが俺が勝てば、お前が集めた4つのドラゴンボールは返してもらう。それからそこの貴様、生半可な腕で俺たちの戦いに割り込むな。目障りなだけだからな。ビビビビビビパン、来てパン、来てしまった。悟空さんと通信路が戦っているし、パンちゃんが半身路に襲われています。早く助けに行かないと。どこへ。よそにとは随分余裕があるのだ。通信路が逃がしてくれそうにありませんね。もう少し戦って相手が倒れた隙をつかないと。今です。パンタのところへ向かいましょう。ちゃんですね、通信。戦いにやり方も何もあるもんです。ごめん、おじいちゃん、ドラゴンボール取られちゃった。この娘を人質に取れば、悟空を殺すなどたやすいこと。サンシューを倒して、パンちゃんを助けましょう。バカな、こんな奴に。さっきはよくも言ってくれたわね。
れ？ここにあったドラゴンボールは？ギリリリリリ、ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。どこ？どこよ？探し物はこれではないのかな？下がってろ。俺の子たち、惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。そして今度は地球か。ふざけるな。ふざけるな。俺は報いた。だがその俺を誕生させたが誰だ。お前らがドラゴンボールを乱用したためにマイナスエネルギーが溜まったのだ。そしてマイナスエネルギーが俺たちジャークリューを生み出した。ドラゴンボールに助けてもらったくせに勝手なことを言うな。諦めがついたか。お前では俺に勝てないと。たまに言われなくても初めから分かってたさ。俺一人じゃこれっぽっちも勝ち目がないことはな。何だ。サンキュー、ベジータ。待たせたな。孫悟空。待て、カカロット。3人でかかっても奴には勝てん。でもよ、俺もスーパーサイヤ人4になり、お前と互角になった。だったらあの技が使えるはずだろう。お前からそれを言い出してくれるなんてよ、最高だぞ。俺は貴様を倒す者だ。ご神社か。どうやって悟空さんが救助した究極の戦士の誕生です。Oh, my God.
丈夫ですか？倒してしまうことだったんですね。お前の顔には見覚えがあるぞ。あと一息で悟空を倒せたところだったのにな。邪魔をしやがって。俺の時の顔お前さんどうやらここにいる3人ともお前のことが気に入らないようだぞ。どうだ、ここは3人であいつを片付けてしまうというのは。俺一人でも大丈夫。まあ、いいだろう。たっぷりと借りを返してやる。頼みます。すべてはあなたにかかっています。3人を倒し、宇宙を、時空を守ってください。この戦いが終わればマイナスエネルギーで宇宙のすべてを破壊し尽くしてやる。それは困る。この宇宙は俺の支配下に置かれるのだ。バカのことに好きにしない。俺は俺が最強だと証明する。それだけだ。お前らの野望はどれも叶わないぞ。全員ここで倒されるから。俺とこいつの力でな、ファイヤーパワーの凄まじさ思い知らせてやろうぜ。なぜだ、なぜかってな。俺は最強の力を手に入れたはずだ。しょー、もっともっと強い体はないのか。いつまでも他人の力頼りで自分の力で戦わない。だからお前は勝てないんだ。ヘビチッ、少し遊びすぎたようだな。だが俺の力はまだまだこんなもんじゃない。俺を倒してそれからどうする。またドラゴンボールを使うつもりか。そんなことは許さんぞ、この愚か者どもめ。確かに俺たちはドラゴンボールに頼りすぎたのかもしれない。でドラゴンボールのおかげで東海や悟空さんたちが出会い今があるんだ。みんなが守った世界を破壊させてたまるか。目的を失った強さは虚しいだけだ。今までいろいろありがとな。お前との戦い、あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。
いや、それは俺がやっておきますよ。皆さんの戦いを。でもファンクス、いや、お前はあの時の。お久しぶりです、父さん。先ほどの戦いお見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか全て正しい歴史に戻ります。おい、はい。父さん、お前もな。またな。お疲れ様。